Yep. Shimizu Kenji, 昭和15年九州に生まれ、柔道畑から合気道に魅せられた彼は、合気道創始者である上芝森平王の内弟子として長年修行を積み重ね、上芝王亡き後、天道館師範として合気道の精神と技を後輩に指導している。その師、合気道創始者である上芝森平王は、明治から大正にかけて大東流合気柔術、新影流柔術、柳生流柔術、宝蔵院流槍術など、日本古代の武術の精神と技術的流れを十分に汲み取り、人間性の真理と心を結びつけ、心身鍛錬の総合武道として合気柔術から合気道へと飛躍せしめ、複雑に変化する時代と社会の中で、日本の長い歴史と伝統を現代に伝える道として託していかれたのです。基本技、これらの技の多くは剣の裁きに基本を置いています。やっやっ座儀一挙、やっやっ座儀二挙、座儀三挙、座儀四挙、四方投げ、立ち技一挙、立ち技二挙、立ち技三挙、やい、立ち技四挙、これらの技と心身の力に自然の力を合わせ、その運動性を一体化することによって、無限の力を発揮させ、生が大を制する技が合気道にはあるのです。やっ
道館師範清水健二は、私はこの合気道が現在の日本でたった一つスポーツ化されず、日本の伝統を守り抜いてきた武道であるという誇りを持っております。真剣武道を建前とした武道は、自己満足にのみ終始してはならない。この本質を忘れることなく、世界の人々に上柴先生より私が受け継いだ合気道を正しく伝えることが私の使命と考えます。やっと。